続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。ではニュースいってみましょう。比叡山延暦寺の荒行堂入り終わる。天台宗の荒行千日開放行で最難関とされる堂入りに挑んでいた鎌堀光源住職が9日間の行を無事に終えました。千日開放行はおよそ4万キロを7年かけて礼拝しながら歩き、このうち700日を終えると明王堂で9日間食事や水を断ち、横にもならない不眠不休不我でお経を10万回唱え続け、不動明王と一体になることを目指す荒行でございます。達成は戦後13人目で、鎌堀さんは生き仏として東行満安じゃり、東行安満じゃりと称されます。東行満あじゃり、東行満あじゃりと称されるということです。東行満あじゃり、なんか危険で読ませんの怖かったわね。よくわかんないけど危ないですね。これはちょっと、これもやっぱりちょっと金清なりの千日開放行を行わなきゃいけないのかな。ちょっとちょっと、いや酷だしね。いやでもちょっとやっぱもうこんなことならやっぱちょっともう一回言葉狩りやるしかないのかなっていう思いはあるね、はい、ちなみにあんのかね、髪は前回のあのあんのか、 ありましたね。いやそこにやっぱり、まあ、プラスして、まあ、リスナーの方もね何人か言ってくれたけど、はい、それぐらいやっていかなきゃいけないのかもしれませんね。修行に入りますか。修行売れそうじゃん。修行売れそうじゃダメよそれ。そうですね、いやもういやだけどこの千日開放軍、千日開放軍に怒られる。言葉立ち、言葉立ちするしかないのかな、本当に。もうあのメモる用意はできてます。いやだけど、いやでも前回より面白くなるわけがないからね、こういうものは。うん、だからそういう意味で修行よ、過酷な。なるほどね、なるほど。これはもうまさに千日開放軍だから。これが千日開放業なんですね。なるほど。あ、じゃあ僕の命かけてやってんだよ。この説明間違えましたね。いやもう今日、じゃあ今からもう言葉狩りじゃあやつか、千日開放業がスタートします。いやお願いします。ドスコイ直に入りませんか。いやほら全然大丈夫。新しい言葉あげるしかないか。そうですね、そうだな。ちょっと一回じゃあもう全部新しい言葉にしよう、うん、まあ、千日開放業だから、うん、はい、まず一つ目千日開放業。これが千日開放業だ。ニュースの時間使っていつも何やってんだよ。Day Night Dreamer Live On AirSend us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Stay Night Dreamer. じゃあちょっと引き続き千日開放業ですね。じゃあ、そうね。ウイスキーはお好きですか。まあね、地獄を見せてやろうか。地獄を見せてやろうか。いや、このままあげてやってね。あ、いいですか。ねえ、黙れ腐れもぐら野郎、黙れ腐れもぐら野郎、喋るんじゃないぞ、腐れもぐら野郎、うん、返事はホイにしよう。ホイ返事はホイホイ。あとはね、そうね、そうね、
そういい言葉ないかな。とりあえずそれだけにしとこうか。恋。恋なんかいいなあげとこうか。じゃあなんか了解太郎にしよう。あ、優しいですねちょっと、それだけでちょっと回しといて、あとまた新しいことが生まれるかもしれないから。はい、はい、じゃあ次ニュースもうちょっとできるのかな、1個ぐらい。じゃあ1個、はい、はいはい、続いてはこのニュースです。プロ野球ドラフト会議、真中監督早とちりガッツポーズ。都内のホテルで行われたプロ野球ドラフト会議で抽選結果の思い違いが発生し、交渉権確定球団が訂正されるトラブルが発生しました。明大の高山外野手のドラフト1位指名でヤクルトと阪神が競合。ヤクルト真中監督が外れくじを当たりくじと勘違いし、インタビューを行った直後にくじを確認した日本野球機構が阪神の当たりと訂正。真中監督は、くじにドラフトのマークがあったので OK だと思った、全く気づきませんでしたと歴史的珍事となった勘違いについて説明しました。地獄を見せてやろうか。なんで見たんだよ。恥かいただけだよ別に。地獄って言うほどのこれ真中監督の喜び方がすげえ異常でさ、面白かったよな。そうですね。真中監督が太ってっから面白いんだよね。ちょっとなんかうっかりした感じが、ね、なんか可愛かったよな、あれな。いや、なんかちょっと笑っちゃったけどな。でも金本さんももう諦めて見ないもんな。あ、はいはい、見ない、まあ、ね、見ないよな。でもな、あんなに喜ばれたらな。そうですね。あ、これはなかなか面白いやつだったけど、うん、毎年のことじゃないですかねこれね。なんかちょっと紛らわしいなっていうのはあるみたいだけどね、毎回ね。まあドラフトもまあオコエ・ルイ君が一番盛り上がったのかな。実力的にはどうかわからない、ね、一番話題だったのかな。私は灰色の魔術師だにしよう。これはもうどっから今入ったの。ホビットです、ホビット。ワウワウでホビットやってたから。いいね、はい、わかった、ほい。前回よりパワーダウンするからね。絶対これは後悔することになるよ。しょうがないけどね。黙れ腐れもぐら野郎。